双方が繰り出す破壊的な力により惑星の地軸はねじ曲がり、氷は蒸発し、海底は隆起し大陸となった。その大陸の中で最も大きな大地の上に二つの石は降り立ち、さらに数千年を戦い続けた。やがて双方の石は共に力尽き、その大地の深くに沈んでいった。黒金さんいらっしゃい。PC エンジンが好きな一人が連絡しました。さあ、和子、自称盗賊くんの大冒険。お城、もう一個のね、城に行きましょう。和子くんです、マイトマ。ヤガドダイモンされちゃい。ギャプー、ギャプー。さあ、飛びましょう。黒金桜花さんが700プトニコに広告しました。土曜 PC エンジンチャンネルのお昼8時続き PC エンジンバンナイト&マジック20以下役和国プープンギャギャ、誰だっても足りない。プープンギャプン和国和国&マジックです。はい、8個目さん、9個目足りない。ザコ森さんが一番最初に。あれ、B の位置の地図はどこ書いたっけ、僕だ。レザーガード。ガードドック。ソウルディフェンス。パワープロテクツ。ネコスさんが300プトニコに広告しました。ネコスさんがあれです。さあ、今日のアレン派出来がいい方か悪い方か。12個目で、もう俺のレベルになると失敗はないぜ。と言っております。あ、ブラックノースのね、ノースの、あら、ノース、南ノースか。この王様からもおそらく依頼があるでしょうから。アガトダイモンさんが1100プトニコに到着しました。5人の勇者と1人の一般人の珍道中始まるよう。私はこっち若いやん。の意思を受け継ぎバーン探索を志そうと思っている。諸君の協力が必要なのだが、どうであろう。こっちの方がなんか、良さげな王様じゃない？若いけど。王様って、まあ、王子様だよね。ねえ。こっちは、後で。ではまず、クイバリングの森の廃屋を発見してもらいたい。なんと、もう、あるよ。さすがは歴戦の勇者。はい。はい、よかったよかった。達成されているよ。森の廃屋、ちょっと待って。を受け取るのよ。ブラックリッジ。第33位にランクインしました。ブラックリッジノース城、名前覚えられないタイプの人だこれ。ブラック待って待って、ブラックリッジノース城、オクリムの廃屋を発見する。ピンクの骨壺ラック、この風貌で物分かりが良すぎる場合ハラスボスプラス19個目だね。1000、お金もいいな。 1000XP。 次の探索に行ってほしいのだが、どうであろう。あ、いいですよ。ブリセスの山頂に赴いてもらいたい。ブリセスなんと、おお、もう終わってる。さすがあの山頂ね。もう簡単、こっちの方が簡単じゃん。ブリセスの山頂を受け取るな。山頂に登る、一回登りましたね。それがね、2000EXP、はい、次の探索に行ってほしいのだが、はい、どうであろう。砂漠の住人の商品を手に入れてもらいたい。第32位にランクインしました。商品を手に入れる、あ、これも達成してない。砂漠の地図じゃダメですか。砂漠の住人ね、砂漠ね、ちょっと地図を見よう。これもラストまで達成して、もう一回お邪魔したらどっか飛ばされるのか。どうだろうね。あ、俺達成してた。砂漠は D、 D の位置に E の位置に今までのヒントは何かあったっけ。 D2 エリアに4人の僧侶が住む。冒険者の能力を高めてくれる。 D の1から順番に行くかね。なんか、砂漠の情報は何かなかったっけ。
ラゴン。いい、まあいいか。砂漠の地図あるから。D の1から順番に行けばいいか。よし、D の1行ってみよう。あ、使命を達成するまでは、ごめんなさい、間違えるわけにはいかない。はい、早々に立ち去るがいい。あ、なんか厳しくなってきたな。ひょっとしたらこういうとこよ。冷たい。冷たい。よし、じゃあ一旦セーブしてから行きますか。和国です。ダウンポータルで。はい、25個目されちゃい。プンギャンギャン。プープンギャプン。レベル上がったかな、今の経験で。プンギャプンギャプン。トレーニングをしに来たのか。ノーレベルアップ。後ろのお姉ちゃんと早くイチャつきたかったんですよ。誰も上がらなかった。よし、じゃあセーブしていこう。あっと、ねえ、こんなエンカウント、後ろのお姉ちゃんと、カズサトシキさんあれです。ピョピョー、ピョピョお腹かかってるわよ。任せろ、こんな弱いやつの袋は。もう素手で開けられるぜ。いらっしゃいませ。宿長にサインをお願いいたします。はい。これまでの冒険を記録します。はい。まだ冒険をお続けになりますか。もちろん。どうかお気をつけて、ご無事を祈ってますね。はい。砂漠の住人の商品の下ね。これ舌を入れるでないとか言われて。東向いてる。はい。プープギャプギャギャープープギャギャプープギャプギャギャープープギャギャプープギャープギャープギャギャギャプープギャプンアッププープギャプギャギャープープギャプギャギャープじゃないね。でも全然この付属のマップだとここ砂漠の砂漠書いてある。
ギャンギャンギャッ。わあ見てください、ウェルソッパー、あ、敵は弱いね。あ、でもシャドウとかなんかいいな。まあ、外は私のメテオで、いじころよ。おお、外はメテオがあるから。どうもさえちゃん。はい、メテオで一貫金落着。木の質だ、罠かかってないわよ。さすがおじいちゃん、さすがおじいちゃん、メテオうまいわ。メテオ狩り、リアちゃんはコツ。はい、いらっしゃい。32個目さえちゃん。もう砂漠あった。あれだな、砂漠の商品とか言ってたから砂漠に行こう。泡好きの武前とは違いますね。泡好きの武前とは違うのよ。わしゃできるから。暑い。あ、砂漠でなんか体力減ったりするのこれ。砂漠でダメージ受けないとかあったっけ、なんか。暑い、笑。暑い。暑いだ、暑い。ダンスなんか鎧ですもんね。暑い、なんか減ってる？広告貢献。あ、食料が、食料が一歩ずつ減っていくね。食料が、食料が減っていってる。うわ、一歩なくなってる。キュア、確かなんか食料が作れるのがあったよね。食料。食料を生み出す魔法がなかったっけ。食料を生み出す魔法、腐ってるのかね。なんかなんとかフードってあったような気がするんだけど、クリエイトフードだっけ。クリエイトフードってなんかあったような気がする。だってあれだっけ、シェルター。あったあったあった、あるあるわ。ジェムが1個だ。あ、いい、クリエイトフードがあるから大丈夫。熱い。原材料は秘密。原材料秘密。ブブヤブヤ。熱い。あ、向き変えるたびに向き変えても取られてるね。ね、向き変えても取られてる。暑い。暑い。あ、今どこだ。グルメ風呂敷44個目だぜ。大谷さんがホームラン打ったとツイートが流れてきました。大谷さんすごいね、もう20本じゃないよって言って。大谷さん、さよなら大谷さん。毎回さよならホームラン打ってるからね、大谷さん。あ、21本すごいな。何にもない。うわ、お谷さん、向き変えただけで1個減る。向き変えただけでクリエイトフード作ったからね。1回で 6個。
肌くりで。おうおうおう、ちょっとさ、おじいちゃんおじいちゃん遅いよ。おじいちゃん、すまんね。プギャンプギャン。食べ物作る魔法を覚えたら、正直働かなくてもいいですよね。まだかかってない、任せろ。俺に外せない罠はねえ。マジだ。じゃあクリエイトフード任せろ。はい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 。じゃあこれ分けてあげよう。みんなに分配。はい。分配に分割の範囲。8つか8つか経ったの、これだけ作ってバースだよね。なんかこれじゃあ お腹がすぐ減るわ。贅沢言うんじゃないよ、まったく。お、なんかいる。お、なんかいた。何もせずに帰るつもりじゃないのだろう。どうかね、我々と取引をするかね。はい。そうか。では何か一つ品物を渡してもらおう。え、品物ですか。大田屋印さん、ヤギめっちゃカメラ目線。パデットアーマーでどうですか。このパデットアーマー。ん？いいの？なんかもらえた。いきなり交換だって分取られるんじゃなくてよかった。クタスネクターでもらえた。何これ、ネクター美味しいです。カクタスネクターで、なんだろうこれ。やったぜ。サボテンのお酒、そんな安物でよかったのか。こんなところまでわざわざ来た。わかるかね。マジックポーション、マジックポーションあるよ。何もらえた。森永ネクター。何もらえてないやん。カクタスネクター、あ、1個、あ、1個入った。ネクターがもらえん。カクタスネクターね、砂漠で、今どこだっけ。 D の D の1。好きな人が来場しました。はい、いらっしゃい。ネクターってジュースありましたよね。ありましたね。ネクターはママの味。10、13、10、13。ピーチネクター、ピーチネクターとか富士屋ネクターだっけ。で、アイテムと交換で、カクタスネクター入手と。カクタスネクター、カクタスネクター、それは見てないですね。ネクタリスね。70個目だぜ。そうね、公園アスラさんは今ちょっとダメージ受けてるから、アスラさんの今でいう果物系のスムーアスラさん最大65ですからね。もうあランスだと3倍、3倍ぐらい差があるね。濃厚ジュースですか。濃厚ジュース、砂漠のための栄養源ですよ。ガコーガコーコッコーコーコッ。もう食料がないから、ちょっと一旦砂漠のないとこだけ埋めて。コンコンゲギョッ、コンコンゲギョッ、コンカコーカコーコンコッ、コンコンゲギョッ。つまりアロエジュースかなんかなんですかね。カクタスネクター、カクタスネクター、アロエみたいなもんですか。ドーンホゲギョン、
ほうほう。ゲームも出してますよね、ビクター音楽産業。で、ビクター音楽産業。ほうほう、元気よ。こんなところまで。いえ。ほうほうほう。よし。ここは抜けた。なあ、今フードはないからな。あまりフード作っても宝石なくなっちゃうからな。ジェムをなくすのは見えないからし。カクタス、スケタス、懲らしめてやりなさい。それカクさん、スケさん。ここはまあいいか。熱い。鈴木、カクタス。鈴木、カルタス。千里走る。大江千里。カルタス入ってやる。うわ、振り向き玉で失うのちょっときついな。熱い。おお、ほめきょん。まあ一旦帰るか。全部埋めたいところだけど食料がないからしょうがないね。帰ろう。だ、カクタスネクター手に入れたけどこれでいいんだろ。カクタスネクターで、どうだ。ご苦労です。お、よかった。報酬を受け取るがいい。もうなんだか経験値が 3000EXP やったぜ。続いてサボテン。次の探索に、あんた本当に美味しいサボテン食べたことないね。1週間待ってくれ。美味しいサボテン手に入れてきてやるぜ。はい、次の段落何ですか。オクザールの神殿を発見してもらいたい。オクザールの神殿、オクザールの神殿、オクザール、あれ、オクザールの神殿初めて来たよ。なんかヒントあったっけ。オクザールさんってなかったよね今まで。ミノタウロス、火山の洞窟、海賊の財宝。今食べたいので却下。お前破断種が落ちですよ。え、ネクタを買いに使いパシです。森の廃屋、4人の僧侶の森がある。メデューサの洞窟や要塞城、南の海を越えたところに預言者、オアシスがある。ノーヒントだって。まあ頼むよ。コリンブルックの洞窟は魔法使いがいる。ホワイトウルフの城、アルガリーの城、ケルゴランがドラガデューンの城か。ドラガデューンなんだっけ。オクザール、ね、オクザール、オクザール聞いたことないな。ケルゴラン、ドラガデューン、ジョリー・レイバンがやられた。オクザール、氷の女王、ドラゴンの木は、預言者オグ、オグさん、神殿って言ったよね。オクザールだね。ミノタウロスの妖怪。まあいいや、よし。神殿ね、じゃあこの付属のマップで神殿っぽいところがあるの。ネクスダールの親戚ですかね。キャッスルアルマー、なんとかピークス、
ネクズザールの親戚みたいな。神殿？ボルカニック諸島。ドラガディウン城。ディウム城で、まあ城結構いっぱいあるな。ネクズザールの神殿っていうのがないの、マップにもないね。ラックアイランドっていうのある。ボルカニック諸島。オグの島、スワンプ・オブ・ザ・デッド、死の沼、ネクザール、ワイバーンピーク、ワイバーンのピークってことね、グラングレイズ、キングズなんちゃら。発見ってことはマップに載ってたらおかしいって話ではありますけどもね。まあね、誰がこのマップ書いたのかわかんないけど、まあまあこれは後回していくか、ね、そのうち見つかるだろう、回ってたらね。よし、まあいいや、戻ろう。一旦セーブして戻ろう。あともう一個 B2 エリアの城行ってみるか。ああ、その前にあの街の地下にヴァンパイアみたいなのがいたけど、あれも倒せるそうな気がするけどな。まあいいや、あ、そうだ、食料、食料買わないと。PC エンジンが好きな人が来場しました。はい、いらっしゃい。お腹が空いていらっしゃるようですね。食べ物をお求めになりますかな。はい、どうも。いらっしゃいませ。宿長にサインをお願いいたします。はい、これまでの冒険を記録します。はい。まだ冒険をお続けになりますか？はい。もっと数持てたらいいんですけどね。ご無事を祈ってますね。他の町の高い食料で数が多いのかね。ちょっと買ってないからあれだけど。どうなんだ。他の町の食料は良かったですね。高い、他の町食料の値段高いから結構持てるのかもしれない。そうじゃないと値段が違う、値段の違いがね。ホワイトウルフ城か、ホワイトウルフ城行ってみますか。セーブして確かめるのもいらないか。わざわざまあセーブして食べてもいい。ちょっとだから金額的にはそんな、B2 は完全に制覇したいような気がする。ブギャブギャウー、ブギャブギャウー、ブギャ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 。あ、 B2 じゃなくて B3 か。 B3 だったきっと。いつも買ってるのは簡単なんですよ、わら。ふうげん、ふうげん。あ、間違えた。わ、わ、間違えた。B3 だった。B2 は、あの、マミーさんの、あの、特訓してたとこだ。マミー狩りしてたとこだ。いつも買ってるの、甲板で、ちょっと、高い食料よ。なごだ。罠かかってないわよ。B3 ね。B3。あ、プロテクトかけてる。レザーガード。ガードドック。ソウルディフェンス。パワープロテクト。はい。なーと言って、なーと言って、
ホワイトウルフ城。あれ、ここモンスター出てくんじゃん。隠れよう。あーっと見つかった。後ろになんかモンスターいますよ。物騒なお城だ。物騒なお城だな。わこめいろ。ここはあれかな。クリリンさんじゃん。うわあ、ボンバー兵がいっぱいいる。ダンシングショット。それ町の中でもいますからね。まあ町の中でもね、平気でいるからね。しかも結構キモいのばっかりですね。笑。うわあ、そうだね。ああ、そうだ、あいつは経験値良かったっけね。強い割に、強い割にとか、硬いやつは確かにライドビートの経験値が良かったよ。いてててて、先に泥棒退治したい。こいつも泥棒しの子なんだ。いて、いてててて、痛くない。あぶね。なんか魔法使い系はよく盗みの印象があるから。あれ硬くないな、これ硬くない。あ、硬くないわ、これ違う。弱いビートルだ。硬いビートルがいたのに。金の箱よ、罠がかかってるわよ。任せろ。バーンの世界を支配するには力によるほかはない。そのためにアンジラの奉仕が必要だ。なんか怪しいお城だぞ。何ですか。残念だ。ああ、終わらないとダメなんだ。ああ、それを終えてから来るが良い。なるほどなるほど。じゃあ先にあの城、あの神殿見つかないとダメなのか。あらら、なんだ、クエスト複数受けれないんだね。オクザールの神殿か。じゃあもう手当たり次第に。やっぱり複数受けられないのね。複数受けられないみたいですね。ガールの神殿、ね、A の1から順番に行ってみるか。 A の1から順番に。もうこのレベルだったらもう結構うろつき回れる。でも神殿っぽくないな、何もないな。神殿っぽい。あら、 B の2って何だったっけ。B の2ってなんかお城あったけど、お城のマークあるけど、 B の2ってね、 B の2は完全に制覇してないから制覇しとこう。ここら辺は まみ狩りしただけだから、いやだ、1万3000円だけど手がしべった。32、屋外はメテオがあるから。メテオシャワー。ザコピ、ここが伝説館かたか。110個目ですね。まるでね、伝説館、こんな化け物の場いっぱいじゃない。
お腹かかってないわよ。あと、パパやパーツ、襲いかかるマジシャン、怪しげなマジシャン。なんと先にちょっと絶対もうやめろ。プンゲン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 。罠がかかってるわよ、任せろ。なんだこれだ。アサシンか、アサシンだな。我らアサシン。なんかブラックナイトとかいうのあるよ。なんかブラックナイト。お、メドシャワー効かない。いや、痛い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 。アームロが死ね。わーてー、あーちょっと死んだ、かじった、強い。こいつはなんか漆黒の予感がする。漆黒漆黒、これ漆黒持ってんじゃないの。漆黒、漆黒あるよこれ。漆黒あるよワンちゃん。これ美味しい。うわ、痛い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 。あ、逃げた。三体三体いたぶられて逃げた。僕の前にやられたら目も開けられない。ブラックナイト効かないって。回復するじゃんこいつ。でででででで、うう、三千。あれマミちゃんの美味しいな。でも美味しくない。経験値は強いのに。あんだ、木の質か。お金は持ってた。あ、また。なに、また出てきた。なにこれ。うわ、また出てきたよ。うわ、死んだ。これちょっと、あ、でもここいと弱い、弱いよ。さあ、さっきと違う。うわ、倒された。これなんか稼ぎやすいとかかね。ちょっと強いね、攻撃力が強い、高いから。お金が結構また出てくるんじゃない。これちょっとまた出てくるから、後ろからちょっと早く行っとこう。ここは何だ。正面向きでやったらまた出てくるのかね。出てこない、出てこない。たまたまか、今出てきた。あ、ワープしたか。1,2,3,4,5,6 マスワープ。
あ、ここいい。隣に行く。悪魔将軍のコスプレですかね。悪魔将軍のコスプレみたいなかっこいいね。あー、またかよ。エンカウントが激しいね、ここは。おー、なんだこいつは。ダストデーモン。おん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 。これまだ魔王じゃないから。真ん中かかってるわよ。わっと、いきなり、あ、隠れた。あ、こっち降り抜けたよ。好きな人が来場しました。おじいちゃん、屋外では無双ですな。おじいちゃん、屋外ではね、本当無双なんですよね。おじいちゃんがいるといないじゃ大違い。ん、 B の2は全部埋まったけど、お城はないね。洞窟が2カ所と、
ファイブヘッドヒドラメテオシュート。あ、しまった、こいつあれだったかな、アンデッドとかだったら。ん、何もなかった。こんなに隕石降らせたら地形変わっちゃいますよ。いや、隕石だけ107個目だよ。じゃあ A の1から順番にいってみようか。順番にいった方がちょっと、ま、マッピングもねマッピングするのにB って C って D ってめちゃくちゃになってるから、ちょっと順番にフィールドで別に作ろう。フィールドで。フィールドで作っちゃおう。星が寒くなって人が住めなくなっちゃう。星が寒く、隕石で。住民が住めない地形になるぞ。 A の位置から順番に行こうね。私のライフワークでこのフィールド全部マップを埋めよう。隕石住民で、メモ帳も新しくしよう。ちょっとメモ帳も町の情報だったり装備の情報だったりね、めちゃくちゃになってるから、ちょっとメモ帳もきれいにしよう。あ、自分のノートにでも書くかな。 A の位置で待って、メモ帳の方がやっぱ便利か。その隕石違う。メモ帳オープン。 A の1ってか、ここ A の1ね。 A の1から、よし、あ、馬かな、お腹かかってるわよ。よし、A の1にワープ。よし、 A の失敗しなくなりましたね。失敗、お、もうね、失敗しない。あ、真っ暗だ、いきなり真っ暗ドン。え、何、いきなり真っ暗。 A の1は157から、157から、お、スタート地点は157からね。いじれなくなって寂しいですね。ジリラグだってこう。隕石地人、なんのこっちゃわからんな。無理ね。うん。捕食事件で隕石地人。あ、通り抜けじゃんこれ。捕食事件。そうだね、ガネーシャも最初だけはいじりだけど、主力になってからちょっといじりにくくなっちゃったから。シュートされる。活躍の対象にあんまりいじられなくなるんですよね。そう、活躍の対象に。ええだ。ワコツ。はい、ヨーゾル大臣。地形が寒くなっちゃったよ、本当に。宿屋に泊まっただけなのに、一体いじられる人もいるのに。7マス行こうか。
なく、ただ生きてる場所が罠開け失敗だったのにな。輝いてないからでも。あ、ここ通り抜けかよ。硬い木だったのにな。あ、ここも通り抜けかよ。ガネーシャといい自分の立場考えてほしいよね。いやいや、あっとしかもエンカウント。プギュプギュープギュプギュー。新しい個性を見つけないと埋没していくことになるとは言うか。そうだね、ワルトは個性ないわね。罠を開けるのが個性だ。個性じゃないのか俺の。慣れちゃったね。まだ使えてないから擁護できねえやガネーシャさん。序盤からあれだけ鍛えたらすごい強なんじゃないですかもう。すごいね、ヘッポコじゃないベルさんですごいね。鍛えたらどのキャラでもヘッポコじゃなくなっちゃうかな。お、なんだ。その代わりうちのクドロムくん派も限界みたいです。グレーンドラゴン、パンサーミスト、レッサーデブ、なんだこれは。メジオシャーパンサミスト、いわゆるマッチョドラゴン、突然のドラゴン要素、ドラゴン要素が来た。アタック氷でヤバそうなのの塊がやってきたな。いてててて、ここは全ドラゴンだ、ね、ドラゴンだ、ね、ドラゴン。誰かダメに受けた。おじいちゃん倒せるレッサーデモンだ。あ、いてててててレッサーだからね。うぅ、ここドラゴン固定だろうね、多分ね。漆黒出るかな。漆黒金の筒、金か。2003、あ、でも、あ、なにこれ、プレイサー AC6、 なにこれ、やったぜ。ここ14-2、なんじゃこれ。14-2はドラゴンか。グリーンドラゴンって書いてある。グリーンドラゴン、ラジルプラザン、やったぜ。いいのもらえた。なんか暗くなった。紅葉の上がる小手かな。一刻も早く持って帰る。僕なんかの小手、プレイサー、やったぜ。呪いがかかってないよね。どういた？どういた？どういた？あら？発信、プレイザーアクシックス。プレイザー AC6 ないよ。どれ？プレイザー AC6 で。ないよ。ワルト、すまんすまん落とした。おい、どうなってんだこれ。ブレイザー AC6 何？ないよ。チェインメールプラス3ってなんだ。チェインメール？チェインメールプラス3ってあったっけ？あ、プラス2だ。まだ。リアちゃんチェインメールプラス3。チェインメールプラス3あった。
後半のガネーシャさん、あ、なんでジェイミールブラザーさん呪われてんの。呪われてんじゃんよ。なんでジェイミールブラザー、うわわらわら、なんで普通、なんでこんな呪われてんのよ。な、罠だった。ちょっともう、クソ、一旦帰るか。あらあら、ダウンポータル、あ、呪いが解けるって魔法で解けるんだっけ。呪い解けるんだっけ。同じ名前の呪いアイテムか、わら、こんなのあるんだ。呪いはだ、キュアステータスで直すの。キュアステータスで直すの。なんで呪われてるってわからないんだよ、ワルト。直った。あ、ダメだ、呪い解けないわ。起床。ステータスじゃ直らんか。いや、わかんねえ。そうわ、普通だから分かんなかったわ、これは。お前が真っ先に装備して呪われてるか確認しろよ、ワルト。私どもの助けを求め、リアが勝手に来た、着替えたんだからしょうがないだろ。リアの呪いが解けた、お前とも。ひどい目を見たよ。参った。ブレイサー AC6 で今のチェインメール のあれだったのかな。どこ、よくこの店を選んで俺のせいかよ。何かご、ラクタスネクターサンドバッグ、カブタスネブタでいくらでくれるの。200ゴールドか。鑑定呪文があるんですか。鑑定呪文はね、あるのかな。魔法の数が多いからね。呪いを調べるとかはなさそうかな。ないですね。上がってかな。トレーニングをしに来たのか。はい、レベルアップ、あと41,822。ノーノー、レベルアップ、レベルアップ。お、20代が出た。ランスとドカさん20だわ。レベルアップ。ランさん1ポイントよ。いらっしゃいませ。宿長にサインをお願いいたします。これまでの冒険を記録します。まだ冒険をお続けになりますか。はい、どうかお気をつけて、ご無事を祈ってますね。どうも。
A の1、ゴー。 A の1は暗いんだね。またお前レザーガード、ガードドッグ、ソウルディフェンス、パープロテクト、テレポート、1234568、はい、プリャンプリャンプリャンギャンギャン、ドリンゲだ、ドリンゲン、ドリンゲン、ドリンゲン、ついに世界の果てに、ついに世界の果てに、世界の果てで、クラスチェンジもなかったでしたっけ。クラスチェンジもないですね、確かに。どうだろう、あ、あるのかな。いや、なかったはずだと思うんだけど、ずっとこのままだと思うんだけど。テレポートってあれ減るんだっけ、ガンガン使ってるけど。あー、結構ジェム減るね3つ減るわ、出るからあまりテレポート対応しないよ。でも使っちゃうんだってヘペロ。で使っちゃうのね、便利だからね。弓使いはリアちゃんだよ、リアちゃん、リアちゃんだよ、弓使いは。私弓よ。私は弓。そろそろ根絶されると聞いて飛んできました。学童さんじゃん、もう根絶しても大丈夫、復活できるから。どうかさん以外だったら、すんませんでした。もうフラグにしか聞こえんのよ。私の弓は超一流よ。お、デューム城の秘密の入り口だって。ここに秘密の入り口。ここに何？ここがデューム城か。ここデューム城。お城はどんな感じ？怪しい入り口だぞ。74。裏口入場。74。愛人専用の利用口かな。リウムシロ、秘密の入り口、秘密の入り口、はい、分かった。埋まらないのじゃん、ここ埋まらないの。あれ、どういうこと。ここが秘密の入り口。1個奥があれだね、普通の正門なんだ奥、ここが普通の入り口で、秘密の入り口はここからこう支えて秘密入り口なんだ秘密でもなんでもないじゃん、普通に正面にあるじゃん715が普通の正門で、714が、秘密の入り口なんだ。715の方がリウム城正門で、14で止まると秘密、止まるとというか強制的に入らないで行ったら、こういうのが
家にして奥に行ったら秘密の入り口じゃないのね。手前があるの。まあいいや。あとここは秘密の入り口があるってことだ。竜武城はある。何見つけるんだっけ。竜武じゃなかった。竜武じゃなかった。実はただの勝手口だな。何だったの。お前忘れちゃった。オクザールね。オクザールの神殿。所持アイテムのおかげなのだろうか。あ、なんか持ってるからかね。オクザールの神殿。ザールの神殿。三河屋さん専用なのか。あれ今どんなんだ。11、14。チワース三河屋です。175個目されてる。おっと、なかった。隠れたけどダメだ。プギャース。ジャイアントウルフ、ドロイド、あ、ドロイドなんか盗みそう。サーチュロス、ボンバヘン、アホーなボンバヘン、メテオシャワー、モフ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 。あいつたちが盗んでくる泥棒じゃなかったっけ。アークドルイド、うっ、経験上1。かかってないわよ。PC エンジンが好きな一人が来場しました。はい、いらっしゃい。和骨です。178個目です。あ、ここも通り抜けた。あら、ここも通り抜ける。うわー、こういう、ここはちょっと待った。ここは密林だ。ここは通り抜けて、ここ通り抜けた。ここも通り抜けた。ここはもう行き止まりだからないね。ここは抜けた。ここ通り抜けた。なあ、モンスターか。でもこれはひょっとして漆黒モンスターが来るかな。あ、なんだこりゃ。なんだこりゃ。キメラ。なにこれ。 XXX。 うわ、泥棒だこいつ。
ジェムもバレだ。コールドビーム。いでてててて。X X X X。どれこれ？キメラマジシャン。ハイクレリックあれか、なんか鎧の剣もで X X X。てて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 。でで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 で、セタッセタッ。待って、55、ん、何、4545が、なんだこれ、 XX で卑猥な。キメラ、キメラとその一面クローブですね。あの、地味にジェムとあれ奪われたら大丈夫、おじいちゃんが奪われた。はい、これマジシャンで攻撃しとけ。悪くない、見てみましょう。どうなの、あ、弱い。X、メテオ、あ、でも効かない、効かない。仮面ライダー X。仮面ライダー X。この X の部分に何か持って入るんですね。なんだろうね。X 倒した。あ、うん。あ、逃げた。じゃあ、よいしょ。うわ、おいしい !8266! そう、ナスキサイルじゃん。画面 X だった。漆黒の箱出るんじゃないこれ。あ、出ないか。アルバード。なんか漆黒出しそうだけど、なんかお金盗むから嫌だな、これ。あんまり戦いたくないわ。お金とジェムを盗まれたからな。ひどいわ。通り抜けるの、ちょっと、ああ通り抜けた、ああ、みたいな。 X ジャパンを本当に好きな人はあ、なんだ、フォーエバーラブを歌わない、なぜなら10分ある長い曲と知ってる。ああ、なるほど、フォーエバーフォーゴーゴンだ。メデューサの上位者じゃないのこれ。うわー、なんかここ何だよ、敵はお前はセンチピートでも殴っとけ。メテオシャワー、なんか強さのものばっかり出てくるね。まあメテオのおかげでザコ敵は排除できる。大丈夫。あ、弱い弱い。ワンダさんに、まあ屋外ならメテオでね、ほふりされるから。漆黒出さないかな、漆黒。漆黒出してくださいな、漆黒出してください。地形変わりそう。こう、黄金だと漆黒、漆黒、114今の反対するとこだとあると固定できるかもしれないけど、一応114黄金って書いてある。黄金、黄金、黄金。俺は失敗をしない男だぜ、もう。もうあれだ。あら、ここもあるな。あら、ここ密林じゃん。あら、あれ、2個するんだ。入った。
うわー、グリーンドラゴン、ドラゴン、ドラゴン。ここなんか固定席の強力なばっかりがいるね。ドラ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 、ねえ、お前バーバリアンでも殴ってくる。急に出てくるミックスマンクローブだ。ドラゴン体操やめて。笑メテオシャー、ゴーゴードラゴン。もうメテオで一発だ。グリーン、さすがおじいちゃん、おじいちゃん独断場だぜ。あ、ユニコーン一人聞けなかった。よいしょ、打ち漏らしたのは全部。何012で012にグリーンドラゴン。グリーンドラゴンと。もうおじいちゃんだけでよくね、ワルトいらなくね。俺は罠開けるのに絶対いるじゃねえか。俺は罠がいるのに絶対必要だぜ。ここはみんな強力な固定的に会うためだけの通。あーっと、奇襲された。あれあれ、ガードドッグ切れてる。もう藤波さんのライジングって名称テーマ曲はかっこいい。紆余曲折あったけどよかった。ライジングはかっこいい。藤波さんマッチドラゴンがいいなーね。エクスキューションだね。罠がかかってるわよ。よし、かかってる。あ、まあ忘れてんじゃん。通りで奇襲受けると思った。もう一回かけ直さないと。レザーガード、ガードドッグ、ソウルディフェンス、レピテイト、パワープロテクト。オッケー、これで完璧。上司流やライジングが王道ですかね。でもロックミードラゴンもいいぞ。ロックミードラゴンっていうのある。ロックミー、ロックミドラゴン、ロックミ、ロックミドラゴン、ロックミードラゴン。あー、ここまさか、ここも強力な固定的が。なにこれ、なんだこれ、竜巻だ。なにここ、エアエレメンタルバシリスク011011エアエレメンタル、まあ、固定的かどうかわかんないけど、お前はバシリクスでも殴っとけ。よし、メテオシャワー。うぅ、気持ちいい。漆黒ないかな、出てこないかね。あ、ドリンゲーだ。いるぜ。俺たちがいないとメテオが効かない敵は俺たちが狩るんだぜ。俺たちと、私の弓も必要じゃないの。そうよ、私たちはいるわよ。いるな、いるのよ。わらわら、わし一人で大丈夫じゃないかよ。おじいちゃんだけは先制剤で殴られたとき耐えられないじゃないの。誰が耐えてんのよ。そうだ、タンクがいるんだ、タンクが。
さんファンクラブさんが100プトニコニコどうもありがとう。私はファンクラブもついてる。ここ一本じゃん。あの選手なら全員任せても大丈夫そう。それぞれが補い合っている、それぞれが補い合ってるのよ。あ、なにこれ、これも固定的。ここはこれは固定じゃないよね、多分ね。固定かな。レッサーデビルだ。レッサーのデビルだから。あ、グレードもいる。グレードがいる。いてててあいてててグレード先制してきたよ。お前マジシャンでも殴っとけ。あいてて先制してくる。ちょっとあいて見てよっしゃー。よかった、硬いビートルじゃなくてよかった。こういう時にゃ わしらが待って、これ氷は効かないか。グレードだ、グレード。あ、グレード強い。あ、グレード硬い。そうそう、一時的にパラメーターダウンですね。グレード強いじゃん。レッサーから数減らしておこう。あ、でもメテオ、メテオがあるから。あ、効かない場合がある。うわ、効かない。うぅ、なんか漆黒はないな。漆黒はし漆黒長いですよ。それじゃあハントも楽しいですね。楽しいですね。この漆黒の箱が出るというのね、楽しみがありますね。これね、漆黒の箱が出たらもうレアアイテム確定っていうのね、嬉しい。あと割と金にもなんかいいの。あ、でもさっき呪いが入ってたな。金いいのが入ってると思うんだけど、呪いだったからな。マンド、ダイヤゴーレムというのが初登場。お前は嫌わせても殴っとけ。おりゃ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 。アタック。レベルかなり上がると。あ、通り抜けた。通り抜ける前に、まあ、こっち行くか。もう一回。ダイヤって炭みたいにじりじり燃えるのかな。ダイヤどんな燃え方するんだよね。メテオでだったけど、カコンカコン。あと、ここ出てきたな。なんだ、ハテナ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 が攻撃した。あ、なんだこれ、姿がわからん。ハテナ倒した。不確定名、不確定。
敵を認識する魔法とかあったっけ。ギザードリガーなんかね、ありますけど。あ、でも経験値めっちゃ美味しいじゃん。9250で。めちゃくちゃ美味しい。ちょっともう延長してここの探索だけ、ちょっと。ここ、8月にお笑い漫画道場が両津部で復活。司会の柏村さんと車団一派続投。お笑い漫画領土おめでとう。何？あ、もう。呪いってあるじゃん。もう呪われたクラブじゃんこれ。もう名前があかん。名前からして呪われてるなこれ。宣伝されるそうですね。やったね。わらわら。呪われてるな。島村あの熱血漫画のね。わかりやすい。わら。さっきのチェインメールは分からんけど、これは分かりますね。確かに。実は祝いかも。祝いだった。実は強かったりしないのか。もう見るから今後で一応鑑定はしてみるけど。逆にすごい強かったりして。あ、なんかゲームで呪われの、あの大した呪いじゃないから、なんかたまに動けなくなるだけだから、あの。その攻撃力でね、無理やりの呪いの装備しながら行くとかいう、あれなんだったかな、なんかありましたね、そういうのがね、RPG の中で。RTA のとこだったかな。呪われてるけど、すごい攻撃力が高いから、そのまま、行くで、運が悪かったら動けなくなるけど、そんなにめったに動けなくなるわけじゃないから、もうどんどん行くみたいな。墓場の剣作ろうぜ。破壊の剣なんての破損の類ですかね。ああ、破壊の剣。ドラクエとかでしたっけ。おっとっと。ねえ。アサシンか。呪われてるだけで呪い効果が発揮しないので。ああ、すごいですね。マンイーターハイクレリック。出て。あ、間違えない。ダンシングソードしてた。しもうたー。ジジー。しもグレイトドラゴンとかいるじゃん。グレイド、あ、グレイドラゴンか。グレイとかと思ってた。しまんしまん。じいさん呪文を間違えちゃいかんよ。すまんすまん。みんな逃げた。まあ、これもう振り倒せ。あ、もういいか。メテオで倒すか。いや、普通に老眼でのー、老眼でのー倒せるな。あ、逃げた。ロガさん、あれだ。MP がないわ。休憩しよう。おっと、またデーモンだ。ウェアマミーが、あ、マミーちゃんがいるよ。マミーちゃんは。え、ちょっとマミー、ちょっと、痛い病気になった。あ、かゆい。後ろのアスラ、クロスとサンハレースドライバーが夢ですか？
アランプロストじゃないから。ポロポロじゃないから。何があるのか。おっと、ところどころに固定敵がいるな。なんだこれは。バンシー盗んできそうだな。よかった、先制敵だ。あ、耐えるじゃん、みんな耐える。メテオにすごい大だ。なにあ、でも鳥系も結構盗んでくるから大丈夫かも。いてて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 てメテオ200か、こういった耐久力あるな。和骨です。名古屋のするぐらいができた、いいな。違うできないかな。カドッコにいるね、カドッコに敵がね。あ、ワイバーンだ。オスオス、昔稼いで稼がせてもらったワイバーンさん。オスオス、襲いかかるマジシャン。エアエレメンタル、あ、メデューサもいるやん。メテオシャワー。あら、メテオが威力落ちてるやん。効かない、わかる。さっきエアエレメントで一発だったのに。襲いかかるメディウス。あいたたた、あいたたたた、あいた。逃げちゃった。あいたたた、あいたたた。
まになんか威力落ちるときあるね、メデオ。よいしょ。レッサーデーモン、パーバレンチーフ、ウッドゴーレン、ゲットガード、ファイアリザード。これはいい目だよ、いい目だよ。いい目だよ、いい目だよ。はい、オッケー。オッケー。任せろ。何？いきなりダークライダーとその手下に取り囲まれた。なんだって？なんか出てきた。かっこいい。5の2、ダークライダーでいる。なんかいる。5の2。5の2。ダークライダー。ん？決闘、いや、まあまあいいか。フィールドなら大丈夫だろう。あ、でも回復してないな。ブラックアックス。ブラック。大丈夫これ。回復が。ウォリアー。ウォリアー。いっぱいいる。いや、めっちゃ強い。申し込み拒否したらどうなってたんだろう。どうなったんだろう。あぶねえ。よかった、ウォーリアー。あー、でも一撃で死んだ一人だけだ。カトヒラーとカズ。うわー、痛い。ダークライス強いや。ダークライズ。よし、もうウォーリア倒したらもう。リアちゃんか。一撃で死ぬなんだらあれだね。なんかシールド系かなんか使った方がいいか。どうせ一発だし。ゴッドブレス何？ああ。パワープロテクト、ああ、あれだね。シャイニングレイ。シャイニングレイ効かない。いてー、メテオ効かないのか。じゃあパワーシールド、これでダメージ半減がある。よっしゃー、もう一。ふう、助かった。パチパチパチ。あー、漆黒じゃないわね。罠かかってないわ。おいしい。お金めっちゃ持ってた。おいしい。よく回復しよう、回復。
光った。ドキドマン強いのが出てくるね。危ない危ない。困りますね。今日埋めて、完全に埋めてやめましょう。ワブ足りるかな。ワブリか。あとはあそこはテレポート使わないと無理ってことか。ここはさっき来てドラゴンとなったとこか。ん、なんだこいつは。血塗られてる。血塗られエクス、あ、エクスキューションなんてパイロヒドラっていうのがなんかカオスナイトとか出てくる。いててて、ワルド死んだ。いきなり先生やめて。先制されないための、さあチロスを倒した。出て出て、あ、ワルド死んだ。うわ、死亡した。うわ、みんな誰から出たか。パイロットなるべくデモロー。あー、デモロー。レイレッツ。あ、1で蘇るのかい。わあ、じゃあ、こんなとした。わあ、最悪だ。ワルト君、そういうのいらないから、あんだけ失敗して。じゃあ、わあ、あれだけ与えて逃げた。うわあ、ワルト死んだ。おお、めっちゃもらえる。14,900円で。アスラさん、一発コンテンツだよ。わしがなんでこんな目を。それは木の箱かー。バイ。とんでもないやつらだったよ、本当に。グレートだったね、本当に危なかった。でも今なんとかでも強い敵が出てきても、なんとか。何？戦いに命をかけるものだけのプール。うわー、なんだこれ。戦いにプール。なんだ？何これ。ちょっと待って待って、怖いな。いずみ、あとでセーブしてからにしようか。13-1、12-1だね。12-1が戦いに命をかけるのだけの。よっとすぐるかな。あとでね、そうだね。一応通り気がないか、確かに。明日はちょっとね、ここの泉入りにセーブしてから。壁に文字が刻まれている。ここ通りにだ。やっと氷だったんだこれ。14-5。そういうことか。10
待って、リュームシロの秘密の入り口を入り口に入るには157の地点を通った、あ、普通に入れないんだね、通った後にリュームシロへ向かうことだ。はい、なるほど。あ、ここドラゴン。そもそもテレポートで来る地点が 15.7 ですかね。15.7 は、あ、そうですね、テレポートフライで飛んできたんですってところなんで、だから必ず通ることになるんだ。飛んできたらね、歩きで来ないだろうな、わざわざ歩きで来る人もいないよね。あめめ、あー、ほらー、もうジェム全部折れたやん。わあ、最悪。まるまるボタン。ジェム全部バレた。これはひどい。これはいかん。こっそり我々。あれ？これはないわ。うわ、最悪だ。こんなのこれはないわ。最悪。こんな。分ければまだ最悪だ。トガと一番奪われちゃいけない人の奪われてんじゃん。うわー、最悪だわ。ここはドラゴンが固定で出てくるわけじゃないんだね。金継ぎもドン引きするレベル。ドラゴン固定じゃなかった。こことりあえず戦闘だな。うわー、これでジェム入ってないぞ。簡単に返してよ。ジェムは稼げませんでした。うわー、たった12ジェムだ。最悪。でもまあ100にはなったな。うわー、ひでー。どっかで、まあクエストでもらえた気がしますけどね、どっかで。ひどいわ。ひどい。こんなのことがあっていいのか。まあこれでまあ終わったわ。やったぜ。これで A の位置はすべて埋まりました。埋まった。やったで。パチパチパチ。じゃあここも確認して、やった、埋まりました。帰ろう。今日で全部割れた。いやー、最後の最後でジェム割れたのはちょっとあれだったけど、やり遂げた。大丈夫、大きかった。大丈夫、大かった。タウンポータルでジェム取られるんだっけ。あ、取られるな。じゃあフライで帰る。こっちジェム取られないから。いやー、いやー、最後に欲張ったのが痛かった。固定的やな。いやー、でもレベルかなり上がったんじゃない、これ。レベル上がりましたよ、これは。あ、あと泉があったね。泉、明日泉をちょっとチェックしてね。なんでこんなとこで邪魔すんじゃないよ、まったく。
あー、スプライトが2位だ。ジェムを持ち歩いちゃいけない。レベルアップ。あゴールドだ。あゴールド取られてるんだ。めっちゃ取られてる。めっちゃ取られてる。うわー最悪だ。めちゃくちゃ取られてる。最悪の敵に出会ってしまったんだ僕たちは。最悪だ。おじいがメテオサンサーの歌にいからだろう。なんでわしのせいになるんじゃ。お前がサンサーとメテオ打って全滅されたけいいんだよ。わしの金に。お前じゃ最初殴りかかりもいいじゃねえか。もう分かりだよこれ。よくこの店は何かご用ですよ。アイテムがあった。アイテムはいっぱいだ。カゴタスネグだもんね。もうやめてよ。カゴタスネグだ。ねっぽい。アルバード、はい、ぷい。バーです。結構お金になってんじゃない？フレイルプラズミ。これセーブしない方が良かったまでありますかね。まあでも経験値はめちゃめちゃ稼いだからな。あ、でも割とお金が入ってないかな。金策が欲しいよ。裸いプロを見て癒されるしかねえな。裸いプロ、間違えた。今週のサービスシーン。プラスさんだ。ちょっと待った。またプラスさん怪しいぞ。プラスさん怪しいな。ちょっと鑑定してみよう。複製の魔法ってあるんでしたっけ。乗れかかってない。あ、複製の魔法ありますよ。確かなんかあった気がする。あーでも複製の魔法ね、ジェム100いる。100いる。そんなあれなかった。フランバイプラスさんだ。あんま持ってなかったフランバイ。やったぜ。やったぜフランバイ。よく。次回金策。よし。いやー、ここら辺のクエストアイテム高く売れたような気がするんだけど、もう一回取り直せば、あ、1000ゴールだね。これを繰り返せば結構稼げたけどね。明日金策ですね。はい、ご視聴ありがとうございました。 PC エンジン版マイト&マジックは、毎週土日やってます。また明日。これまでの冒険を記録します。まだ冒険を続けます。オツです。オツでした。オツでした。オツです。オツオツでした。オツオツでした。夜のペルシアタックでまたお会いしましょう。オツです。また夜のペルシアタックで。オツでした。お会いいたしましょう。オツでした。オツです。そう、銀行欲しいね、本当にね。銀行、これ銀行がないもんな。今日は誰かな。オツですわよ。今日は、安藤美希夫さんからです。オツですわよ。マック数回答えない201。